なんとか倒せたわね。だけど、ああ、また復活する可能性がある。ナーディア、解析は済んだか？うん、スーちゃんの読み通りだったかな。とりあえず化け物たちの状態には黒いアウローラが関わっているみたい。まずはあれを破壊しなきゃ。バルタ、反対側は任せた。指図すんじゃねえ。てめえこそ俺の呼吸に合わせろ。ああ、なんだかんだで息を合わせられるのもさすがだな。とにかくこれでようやく。ええ、なんとか乗り越えたわね。ありえない、ありえない、ありえない。あの目障りな青黒いグレンデルとホローの気配がしない、今がチャンスだったのに。本当に信じられない。野蛮にも程があるわ。あなたはこの前も現れた。赤い妖精？ヴァンから聞きはしていたが。うん、ちゃんと見るのは初めてだけど。あの謎の声の主か。へえ。発音もいるみたいだし、改めて自己紹介でもさせてもらおうかしら。私は赤のアルテラ、グレンデルゾルガン専用フォローよ。ま、私をここまで手こずらせたご褒美みたいなものよ。せいぜい今のうちにこの優雅な姿を目に焼き付けておくことね。グレンデルゾルガ、噂の赤黒い魔装機とやらか。その専用フォローってことは、彼女メアと同じような。私の前でその鬱陶しい名前を出さないでちょうだい。耳が汚れるわ。それにしてもデータは回収できたからいいものの、せっかく整えたデミグレンデルの量産体制が全部台無しじゃない。デミグレンデル、さしずめ、あの影の化け物たちのことか。ええ、彼らはグレンデルの成り損ない。本物とは比べるべくもないけど、造標としてはそこそこ使えるわ。せっかく苦労して準備してきたのに、よくもシステムを壊してくれたわね。あのデカブツをそんなことに使ってやがったのか。正確には、黒いアウローラを足場に首都全域の動力ネットから演算力を借りたわけだけど、ここまでの仕事はあの鬱陶しいフォローにも難しいはずよ。私がいかに有能でエレガントな存在なのかが理解できたかしら。その力、一体どこで手に入れた？スウィン君。はあ、どこでも何も私自身も。ううん、それは違う。なあちゃんがよく知るあの子から力を奪ったんでしょ。もしかしてあなたたちの言うあの子って。なるほど、なんとなくつながってきたな。確かバベル事件とその解決に関わった中心人物だったか。そういや博士から聞いたな。揃いも揃って情報通だな。説明が省けて助かるが、だが彼女は今昏睡状態にあるんだ。どうやらあの子にとって大切な何かが盗まれたみたいで、ある日突然ただの冷たい人形みたいに。で、その人形から私の力を抜き取ったって？くだらない。根拠ならちゃんとあるよ。だってあなたが利用した演算ソースにはエリュシオンコードが含まれていたから。エリュシオン、さっきの化け物との戦闘中にナーリアが解析してくれていたんだ。
エリシオンのシステム本体は最終的に跡形もなく消滅したが、それを構成するために使われた言語でもあるエリシオンコードだけは残されていた。ただし動力ネット上には存在しない、あの子だけが扱うことのできる特別なコードだ。うん、それを利用した以上、奪った犯人は私は赤のアルテラ、華麗で気高い専用フォローよ。誰が何と言おうと、この力は私のオリジナルなんだから。これって関係ないはずがない。だが、ああもう、あなたたちと話してるとなんだか無性にイライラするわ。もう知らない。待って、ナディア。あれはグレンデル・ゾルガ。こいつは面白い。邪魔をするな。彼女にはまだ聞きたいことが。スウィン君、ナディアさん。チッ、逃げやがったか。こっちも聞きたいことがあったんだが。まあいい、とにかく手を貸すのはここまでだ。会うわよ。やれやれ、まさかあいつの世話になっちまうとはな。すみません、結社の人間に力を借りることになってしまって。ま、終わりよければってな。確かに俺一人じゃ厳しかったかもしれん。それにしても赤黒い魔装機か、尋常じゃない危機をまとってやがったな。首都のネット障害の原因は取り除いたし、敵の狙いも一応止めることができました。これで依頼は完了なんだけど。そうだな、 4SPG は達成したし、裏解決や代行としてうまくやれてるんじゃないか。だね、なあちゃんとしては頑張って働いたと思う。それにようやく探し物の手がかりもつかめたしね。ああ、こうなったら前に進むだけだろう。うん、一緒に頑張ろう、スーちゃん。なんとも頼もしいコンビだな。ええ、二人とも本当にお疲れ様。まあ、こんなものだろう。はは、文句なしだな。まあ、喜ぶほどのもんじゃないさ。楽園の少女。楽園へようこそ。ここは楽園。少女と同い年くらいの子供が何人もいる。他の子たちはみんなお仕事がある中で、少女にだけは仕事が来なかった。いいことを教えてあげる。はい、喜んでって言うのよ。ごめんなさいって言うとますますぶたれちゃうから。子供たちが仕事のコツを少女に教える。でも少女には必要のないものだった。いや、心配することじゃない。今いつも幸せだから。君は僕たちのお姫様、大事な大事な人だから。私たちが守ってあげる。だから何も見なくていいんだよ。いつの間にか子供たちが一人また一人と姿が見えなくなった。ついに最後まで一緒にいた子も消えて、少女に初めての仕事が来た。
お客様のご指名だ。いつものようにやってみなさい。いつものように？じゃない。私じゃない、私じゃない、それは私じゃないんだ。少女は命の水を飲まされた。他の子たちがよく飲まされていたものだ。何もかもがわからなくなる。今日はどれをやるのかな。可憐なお人形さんかい、それともクールな男の子かな。さあおいで、みんちゃん。はい、喜んで。少女はいつものようにそう答えた。ここは楽園。みんないなくなっちゃった。